部活に熱中してたらもうこんな時間だ。後片付けが終わったからレオナさんに報告に来たんだけど、どこで寝てるんだろう。あ、いたいた、レオナさん。お、うん、静かにしろ。妙な気配がする。え、妙って何が？なんだ急に周りが明るく。はい、眩しくて眼を上げてらいね。おいおい、俺は夢でも見てんのか。オンボロ寮の上空に穴が。ちょ、今の光どう考えても普通じゃないよね。これって非常事態ってやつ？ああ、今すぐハーツラビルに戻って寮生の無事を確認するよ。そうだね、急いで校舎に。え、あれって、空から何かが落ちてくる。一体どういうことだよ。なんか面白いことがありそうな予感。ただならぬ事態だ。一刻も早く若様にお伝えしなければ。